今日はあのリオビールです。乾杯。えい、今日はまた自炊動画です。ソムタンをやろうと思います。プラーラーっていうあの魚の発酵調味料、臭いのを使ったですねソムタンやろうと思います。もうあのバンコク外食できませんので、自炊でも楽しもうという狙いでございます。今日ですねもう材料用意してますけど、こうやってねクロックも用意しております、ガンガン作っていくんですけど、今日はあのカオニャオダム黒いね持ち込みも蒸して作ろうと思います。前あの1回 YouTube ライブでもちょっとやったんですけども、今回ちゃんとちょっと動画撮ろうと思って改めてですねやってみようと思います。これあの今日の材料ですね、青パパイヤ、トマト、トワファクヤオとインゲンみたいなですね、マナオちょっと古くなっちゃってるけど、あとニンニク、唐辛子、マクアプロっていう丸ナスね使っていきます。でまず最初にソムタンを作る前にちょっとこのカオニャオダムをね蒸していこうと思います。これこの中入れて、こうしてでこれで蓋をしてですね2、30分このまま蒸していきます。ソムタンで重要なのがやっぱこれですよ、青パパイヤのカット。やっぱりねこピーラーとか使うのはちょっといかがなものかなと思うわけです。僕はやっぱりここはね屋台とかでやってるこうポッ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 、これをやってこそソムタンだと思うわけです。私はこうね、こう切ってこそソムタムですよ。あの昔小学校の時ね鉛筆ナイフで削ってましたから、それを思い出しますよ俺。それに似てるな。やっぱソムタムはねこれやるのが楽しいと思うんですよね。オッケー。でニンニクと、まずこのクロックを用意して、ニンニクと唐辛子、これからまず叩いてまいります。これを叩き終えたところでトララッとジュ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 、パームシュガーね、パームシュガー、ナンプラー、ちょっとあのパームシュガーをね潰す感じで、ここでちょっとちゃんと潰しておかないと。マクアプロとかこいつらを入れていきますよ。まな板なんか使いませんから僕は。ああここここここでゴン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 指でこうやってで、どん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 入れていきましょう。ぽい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 、ワイルドワイルド、テーマはワイルドです。はい、トマト、トマトもね、でぽい、口で切って入れる。本当はパックやわね、もうブチブチちぎっていく。もういらない。マナーを、はい、これで混ぜていきます。味を締めろ、味を締めろと叩きながら混ぜる。最後にパパイヤとさ、完成でございます。あーいい感じですよ。うわそうでやるんです。さあ先ほどからですね蒸していたカオニャオ、これもそろそろできると思います。ちょっと開けてみましょうかね。うわー、おーいい
感じじゃないですかね。盛り付けていきます。さあ、今日の僕の夕飯でございます。ソンタンプララカオニャオタンリオビール、申し訳ございませんが最強です。じゃあいただきます。うん、シャキシャキ感聞こえます。これカオニャオ超ふわふわ。今日はいい感じ、もちもちしてますな。蒸し時間30分ぐらいがいいかな。うん、ソムタムといえばね、あのピーナッツとか干しエビとか、まあ入れることあります。あれはソムタムタイ、まあ、一般的なソムタムですね。あれには入れるんですけど、ソムタムプラーラーにはね、まあ入れないんですよね。まあ、入れてもいいんだけど、であえて入れてないです。忘れてるわけじゃないですよ。うん、手前味噌ですが、うまいです。いや、もうタイ料理はやろうかな。仕事ないし。うまい。今日も大成功でございます。これからちょっとゆっくりとですね、晩飯いただきたいと思います。まあバンコクロックダウン中なので、まあ自炊ちょっとやっていこうかなと思っておりますので、なんかやってほしいタイ料理あればですね、コメント欄書いてください。なんかソムタンはね、一通りやりたいなと思ってるんですね、いろんなソムタン。まあソムタンはだからいろんな種類やっていこうと思ってますが、それ以外の料理で調子もあればコメント欄ください。まあ、何でも結構ですので感想お待ちしております。ではでは、また次回。